カーパンキンパーハッハ。カーパーキングマルチプレイヤーの方やってるので、ぜひね、フレンドなりたい方はね、Twitter の DM にお願いします。皆さん、こんにちは、モンです。今回ですね、ホンダシビック、GL、初代シビックの方をね、2メーカーから出ていたので、それをね、紹介していきたいと思います。まずは、こちらですよね。はい。結構極上状態、デッドストックとまではいかないかもしれないですけど、かなり綺麗な備品をね、入手しました。ホンダシビック GL ですね。こんな感じです。黒箱で、スケール57分の1ですね。はい。裏はね、英語表記になってます。シビック GL。はい。ここね、上の方にも、シビックのね、絵柄があって、ドアが開きますよっていう説明もありますね。こっちが日本語表記ですね。ドア開閉、スーパースピード、サスペンションということで、開封していきましょう。これもね、開けるのが怖い。本当は手袋はめたいんですけど、ちょっとね、なくて今。はい、では、行っていきましょう。はい。お、怖い。はい。こちらです。はい。おー。綺麗。カラーリング的にはメタリックの黄土色って感じ。まあ、銅っぽいような色ですね。はい、もうね、シャーシも、金属製ということでかなり重量感があります。はい。こんな感じですね。もちろんメイドインジャパンね。ワンインホイールをね、しっかり装着しています。はい。これですね。古いホイールですね。はい。で、グリルもね、別パーツになってて、まあ、プラなんですけど、プラスチック製なんですけど、シビックってね、ロゴがあります。で、グリルのね、形状もね、結構細かいんですよね。はい。ヘッドライトもね、あります。はい。で、リアの方、ホンダとシビックと、この GL、のロゴがね、彫ってありますね。はい、金属でね。で、このリアのね、このグリルもね、別パーツになってるんですけど、結構怖いですね。グラグラして。はい。で、左右ドア開閉です。はい。内装はね、レッドですね。結構ハンドルが細いイメージですね、今のより。はい、ではね、次のね、ミニカー行きましょう。これはね、昔発売されたとかじゃなくて、新発売の商品なんですけど、まだ日本じゃね、正規販売がされてないミニカーになります。それがこちらです。はい。マッチボックスの、76年ホンダ CVCC ですね。はい。まあね、まあシビックじゃねって思う方も多いと思うんですけど、まあシビックなんですけど、CVCC エンジンのことを言ってるんだと思います。はい。多分海外だともう CVCC で多分伝わるんじゃないかな。シビックっていうのが。それほど有名になった車なんでね。はい。もうホンダをね、一気に上に持ち上げてくれた車ですね。はい。こちらね、開封していきたいと思います。よいしょ。あーたーたー、やばいやばい。よいしょ。あーたーたー。よいしょ。はい。はい。こんな感じです。はい。まず、ホイールがかわいい。似合ってますね。マッチしてます。ベストマッチ。マッチボックス。はい。カラーリングはイエローですね。はい。もう普通のイエローです。はい。裏こんな感じね。で、グリルはシャーシと一体化になってますね。はい。こんな感じです。まあ、担保がトミカより多い。担保が多いというかね、結構リアルですね。担保があるおかげで。トミカは担保はゼロですよね。なんですけど、こっちは担保で結構造形を、際立たせてる感じですね。はい。ライトもリアルですね。で、ここね、CVCC のね、このロゴがあるのがいいですね。はい。で、後ろなんですけど、結構ね、このテールライトがリアル。この枠のね、縁もね、この銀の縁もね、あるんでね。あと、ここもありますね、赤くね。結構、隅々まで、はい。
ディテールが細かいですね。で、ここに CVCC シビックって書いてありますね。ナンバープレートもありますね。ちょっと斜めってるけど。はい。ここの留め具もありますね。ここも銀色で塗られて。結構マッチボックスってホットウィールとかよりも、クオリティが高いんですよね。担保印刷が多かったりね。はい。いいですね。で、内装なんですけど、内装はベージュで、ここに柱がありますね。ここね、カシメ止めのね。はい。で、これ、こちらは海外仕様なのかな？はい、左ハンドルになってます。まあ、トミカのはね、右ハンドルなんですけど、こっちのは、マッチボックスは左ハンドルと。はい。で、こう見比べてみると、結構マッチボックスの方がでかいですね。まあ、これが、これでも57分の1なんで、トミカは。なんで、こっちがちょっとでかいっていうのはわかると思うんですけど。まあ、でもね、こっちも、こっちも、まあ、このコーツつけがたいと言いますか、結構いいんですけど、まあ、似てると言ったら、やっぱり新発売のね、こっちなのかなとは思うんですけど、こっちの方がね、こう、なんて言うんでしょう、金属加工とかが細かいですね。はい。ただこっち、まあ、ちょっとね、仕様が違うっていうのもあると思うんですよ。2台でね。なんで、どっちも、素晴らしい。ここのね、ナンバーとかって折れやすいんでね。皆さんも気をつけてください。ということで、今回は、トミカとマッチボックスのシビック GL 対決でした。はい。ぜひね、皆さんも、これおすすめなんでね。チャンスがあれば入手してみてください。ご視聴ありがとうございました。